雲分子雲、または、星間分子雲は、主に水素分子からなる、星間がすくものこと。分子雲の中でも特に密度の濃い分子雲コアは、星が誕生する母体となる。分子雲は重型程度の低温であり、主成分である水素分子は、電磁波を放射できない。そのため、分子雲の研究には、水素分子やヘリウムに次いで、 存在量が大きい一酸化炭素分子が使われることが多い。他の銀河ではともかく、天の川銀河内では COO の高度と H2 の質量の比は一定と想定されている。バーナード68銀河系では分子ガスは生還物質全体の体積の1%以下で、あるが太陽系の軌道の内側にある質量の約半分を占めるほど密度が高い領域である。 分子ガスの塊は銀河系の中心から3.5から7 5キロパーセクの距離に環状に広がっている。銀河系の一酸化炭素の大規模なマップを見るとガスは銀河の過剰腕に沿って分布していることがわかる。分子ガスの大部分は銀河の過剰腕にあるため分子雲は過剰腕を通過する時間である1000万年の間に形成されるとする説がある。分子雲は 銀河のディスクから垂直方向に約50から75%パーセクの範囲に広がっており特徴的なスケールハイトを持つ。これは厚原湖の130の400%パーセク、熱イオンの1000%パーセクと比べても狭い範囲である。分子雲の分布は長距離的に見ると平均的であるが、詳しく見ると非常に不規則である。太陽近傍の分子雲は 非常に大きく見えるため、星座の一部分を覆い、オリオン座分子雲や、オウシ座分子雲のようにその星座の名前で呼ばれることがある。これらの分子雲は、グールドベルトと呼ばれる環状の構造に配置されている。銀河中心の周りには、半径約200から300パーセクの分子ガスの管があり、この中に入いて、ザ・ビーニと呼ばれる巨大分子雲複合体がある。いて The B2 は科学種が豊富で、天文学者が新しい生還分子を探す対象の領域となっている。104対応質量未満の質量の分子雲を暗黒星雲と呼ぶ。暗黒星雲では 1M 程度かそれ以下の小質量星のみが形成される。104M 以上の質量を持つ分子雲を巨大分子雲と呼ぶ。巨大分子雲では小質量星だけでなく、 数 M から数十 M の質量を持つ、中質量性、大質量性も形成される。分子雲は、繊維状、シート状、包状、不規則な海状などの複雑な内部構造を持つ。その中で密度が大きい塊は、分子雲コアと呼ばれる。分子雲コアの温度は 10K 程度、直径 0.1PC 程度で、質量は10対応質量程度。 水素分子密度は1万から100万個、センチメートルマイナス3。分子雲コアにある高密度のゴミは背景からの光成の光を遮り暗黒星雲と呼ばれるシルエットのように見える。周辺の分子雲から孤立した小型の分子雲はグロビュールと呼ばれる。中でも10から100に M ほどの質量を持つ大型のものはボックグロビュールと呼ばれ、内部で星形成をするものもある。 1984年 IRAS は新しいタイプの拡散した分子雲を発見した。これらは銀河座標の高緯度領域に繊維状に分布した分子雲で水素分子密度は約30個センチメートルマイナス3である。ケフェウスザビーの分子雲の中や周りには若い構成がある。星形成は分子雲でのみ起こると信じられている。これは 低い温度と高い密度の結果、分子雲を崩壊させる重力が内部からの圧力を上回ることで起きる。また観測の結果、分子雲は空の雲のように外部からの圧力によってまとまっているのではなく、恒星や惑星、銀河のように自身の重力の影響の方が大きいことが明らかになった。分子雲では数百万数百零零零零に割って、 星が作り続けられるとされる。分子雲の物理学については、まだ分かっていないことが多く、議論の最中にある。内部の運動は、冷たく、磁性を持ったガスの乱流に支配される。乱流の速度は超音速で、磁場の拡乱の速度と匹敵し、この状態は、急速にエネルギーを失って、エネルギーの再注入がなければ完全に崩壊すると、考えられている。 同時に、分子雲はその質量が構成になる前に、例えば巨大な構成の質量の影響等によって崩壊させられることがあることも知られている。特に巨大分子雲はしばしば内部にメーザーを含むことがある。ありがとうございます。